こんにちは、エリカです。今日は原宿に来ています。原宿です。ね、今日はですね、塾の通行人のね、おじさんをね、ナンパして、まあね、遊ぼうかなって思います。ではナンパしていこう。プロのナンパ技その1、開始5秒でターゲットを見つける。あ、すいません、すいません、すいません。もしよかったら私と遊びませんか？え、遊ぶ？はい。お兄さんさ、暇でしょ？お兄さん、おじさんだった。もう暇やけど。あ、じゃあさ、もしよかったら私と竹下通りで遊びましょうよ。果たしてナンパは成功するのか。ああ、いいですよ、いいですよ、はい。ナンパ成功したので遊びに行こうと思います。これは撮影してるの？はい、しています。へえ、ここ行こう。そうだね、鳥間竹下通り行きますか。そうだ、プリクラ撮ったことありますか？プリクラ、はい。いや、ないな。あ、じゃあ私と撮っちゃおうか。いや、照れちゃうよ。いいの？初めてだっけ、プリクラ。プリクラ初めて。いやー、プリクラ楽しかったですね。楽しかったですね。初めてやったけど、うんうん、なんか面白すぎてちょっとやばいよ、ね、あれ。画像見たらわかるけど、すごく、うんうん、やばい、はい、捕まりそうやん。すげー楽しいわ。ありがとうね、声かけてくれ、ね。この後、まさかの展開に。カラオケ行きましょう。カラオケ、うん、オッケー、じゃあカラオケ行こう。次回予告、おじさんは何者？ナンパされたおっちゃんでーす。おじさんの正体は、まさかの YouTuber ってこと。あ、いいですよ。いいよ。まあ、そう、はい、まあ、まあネタだからいいか、うん、まさかの YouTuber？ 実は私ね、YouTube やってるんですよ。次回、おじさんに YouTuber 始めたきっかけ聞いてみた。動画見てくれてありがとうございました。原宿企画めっちゃ楽しかったです。次回はおじさんについていろいろ質問していこうと思います。もしよかったらぜひチャンネル登録して待っててください。ってことで、次回のエリカチャンネルとお会いしよう。バイバーイ。